視聴ボーナス30秒ですよね。今持っている星をとにかくここの配信に投げてもらって、投げてください一応今日は星3週練習配信を2回予定してて、今やってるのと、あとこのあと夜21時何分だっけ21時22時20分からもう一回やろうと思っているので、そのそんな配信やってたのっていう方は、まあ、まず私の755をフォローしてもろて、755でいろいろ言ってるのでそれで一緒に参集していただけたら嬉しいなと思います。こんな感じで今日の配信はこんな感じでございます。星のみをとにかく投げていただけると嬉しいなと思います。まあ、練習配信なんで、もう元もう何も考えなくても星3周なんて余裕だぜって人も多分いると思うんですけどそういう方はもう全然普通に私の配信を見ていただいてって感じですね。でも多分まあ本当にショールームのイベントの話しかしないので、もう本当に今日はもうずっとそれについて考えてて、もう私のもうこの見て、このもうどうしたらいいんだみたいな、めっちゃここにもいろいろ書いてたりとかこの嫌になっちゃった自分ここもうなんかもうわけわかんないと思ってぐしょぐしょにしちゃったそうああもうって言ってそういう感じにしちゃっているので、もう本当に大変。はい、何でしょう、パソコンですね。後で見ます。お、他のルームに行って星を奪っています。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。もうね、本当に普通にただのんびりやってるだけじゃん。はい、うん、私ももう何回かしか経験してないんですけど、もう経験してきているので、普通にやってるだけじゃ勝てないってことは分かっているので、とにかくもうタイムテーブルを組んで、もうなんか8月3日のタイムテーブルを組んでます今でもさ、8の日のリハとか入ってきたら分かんないじゃんと思ってやめましたはい、そうですもうやめたと思ってやめましたそれが分かんないので、そう、それが本当に第一、分かんない第一位なんですよね。なので、あ、皆さんカプセルの方もですね、18日から21日の間に投げていただけると嬉しいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。カプセルもいらないです18日から21日に投げていただけたら嬉しいです。すいません、わがままを言いまして、多分この2週間は多分もともとそんなわがままなんですけどもっとわがままになると思うんですね、この2週間特に。もう本当にそれぐらいガチでこのショールームイベントにかけていて、そうだからこそ多分めっちゃ今まで以上にわがままになると思うんですけど、これからも優しく見守ってくださると嬉しいなと思っているので、
ぜひすいませんが優しく見守ってください。よろしくお願いします。はい、します。何の話しようかな。でも私はこれ何時までなんですか。8時まで配信。あ、じゃあ全然そうです。これは練習なんで、なんかのんびりとりあえず3週を冷静にみんなにやってもらおうっていうあれなんで、練習タイムなんで、そんななんか焦ってやばいやばいってやんなくていいですよ。全部投げたら多分99個はたまらなくて 80×5 しかたまらないんですよ。うん、なのでまあ一応これ以上たまらないよってぐらいたまったら、まあ、一回私の配信に戻ってきてもらって、またバーって投げてもらってって感じですね。はい、30分になったら星あれ違う、35分に解除なのか。これも時間変わったのか。まあ、とりあえず投げろって感じかなすいません、雑で。なんか一応さっきこうカキカキはしたんですよ。これも後であのツイッターか75ツイッターと75ごとに載っける予定なので、一応こうそのなんか注意事項とかはカキカキはしたので、これを練習配信の前にツイッター SNS に載っけろって感じなんですけどすいませんすいません。カウントはもう1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていう半角数字を50個カウントしていただけたら OK です。まあ、それか50回コメントをするかはい、カウントっていうのは本当にそれだけなので、それも一応書いたから、そうここにまた載っけますね。あ、やばい、あぶね、解除待ち、解除時間待ち中に毎配信50カウントを送信っていうのも書いたので、一応後で送ります。なんか全然ね、他のコメントでもいいんですけどあの全然他のコメントでもいいんですけど、ただただすごいここに残るんですね。そう、なんか半角数字の1から50まではここに残らなくて、そうなのであの私が普通にコメントを見やすくするっていうだけなので、あの全然1を50回送ってもらっても、1から10を5セット送っても全然いいんですけど、それ本当に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 みたいな半角数字を送るだけって感じなんで、はい、半角数字を送るだけ。いいんですよ全然、ハルピョンかわいい、今日もかわいいそれを確実に50回そう別の内容で、今日はラーメンを食べたよとか、今日はオムライスを食べたよとかそういうのでもいいんですけどそれを確実に50回やってくれるなら全然どんなコメントでもいいんです。はいそうです。2週完了、解除待ち、お、あと4分で解除なんで
えらいえらい、みんなありがとう。なんかね、いやでもね、いやどうしよう迷ってなんか話したい話は一個あるんですけど、この話をするとネガティブな感じになるかなと思ってしまって、解除の時間は多少前後してもいいのかな、どうなんでしょう。解除の時間は前後ってどういうことだ。あ、星集め、捨て星が例えば36分にしちゃって解除時間が36分になってるよってことかな。なんか私的には全然問題ないんですけど、その3週の時のだいたい私25分を取ってるんですね、目安として。そう、それでなんか25分を取ってるので、その解除時間からみんなが配信終了までに星を投げることができるならそう大丈夫なんですけどっていう感じですかね。本当にそんな感じ。ただ結構大幅に、例えば20分ぐらい遅れちゃったりとか、捨て星の時間20分ぐらい遅れちゃったっていうことになると、その後の夜のそのなんていうんですか、配信、その後の配信に結構影響が出ちゃうかもしれないので、なるべく私もね、なるべく755とかで捨て星の時間ですっていうのは送ろうとは思ってるんですけど、そうそうそう、なるべく私も忘れないようにしようって思うんで、できる時に私も755で言うんで、そう、ただ1、2分とかは大丈夫。755は時差がある、そうなんですか、わかんない、それはみんなの、え、何、じゃだってツイッターで言ったらさ、ちょっと通知、いや別に私はいいんですけどそう、私は全然いいんですよ。でもなんか周りの目がうざいかなって思ってこいつ何やってんだみたいになるかなと思って、そうだからちょっとやだなって思って。でもその前日のうちに一応ちゃんとタイムテーブルを SNS に載っけたりとか、解除時間も載っけたりとかするので、前日のうちにアラームかけといてくれると、みんながみんなが自分の携帯でアラームかけといてくれると、あとはその解除時間も、解除時間ですって送るわけじゃなくて、5分前とかに送ろう、10分前、5分前とかに送ろうかなっていう意識ではいるので、はい、全然、え、何で送るのがベストなんですかね、 SNS 解除ですよって。ショールームは無理じゃないですか、通知、ツイッター、でもツイッターはさ755が一番ピョンズの村の中であれできるから、ちょっと755だけにしときますね、はい意外と755でっていう声が多いからもう755にします。なんで今すぐに発表の755をフォローしてください。私も一応なんか昨日からっていうか、もうずっとなんかショールームが切れないんですよ本当に謎にショールームが切れなくて困っているので、一応今携帯でやってるので、もしちょっとローモバやられたらちょっと悲しいなっていう、そんぐらいなんですけどあ、解除の時間です、皆さん、星集め解除の時間なので、再び星集めをしに、皆さんレッツゴー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 。タイムテーブルは一応貼るようにしておきます、ここにね。あとはなるべく
配信スケジュールの方も入れるつもりではいるのでよろしくお願いします。そうですよ、皆さんちゃんと星集めしに行ったら帰ってきてくださいね。お願いします。そう、どうしたらいいんだろう。ツイッターでもやっぱ言った方がいい。でもツイッターでももちろんあれするけどね、タイムテーブルはツイッターにも載っけますので、うん、あとはまあファンの皆さん、なるべくお友達とかになんかお願いカウント星投げだけでもいいからお願いって言って、お昼休憩中とかに一緒にやっていただけると橋本はとっても喜びますしもちろん今見てる私のファン以外の方も、いやきっとね推しもこのイベント参加してんだよっていう人もいると思うんですけど、お願いなのでカウントぐらいはしていただけるととっても喜びます。すいません、本当にすいません、お願いします、お願いします。あとは一番不安なのは8の日のレッスンがあって、そのレッスンが押した時にみんながせっかく捨て星とかしてくれたのにっていうのが一番、そうだから押す前提で私も一応タイムスケジュールはタイムテーブルを考えようと思ってるんですけどそう押す前提の合間時間にできるように私も考えようと思っているので、ただ押した時に怒らないでください。すいません、怒らないでお願いお願い、うん、時間通りに始めろよみたいなコメントは、はい、あとメールでさっきなんかいろいろタイムスケジュールの基本のタイムスケジュールこういうのどうですかっていうのを送ったんですけど、なんかあれだったっぽくて、ちょっとあれだったっぽくて、一応時間をちょっと変更しているのですけど、これなら多分大丈夫。解除が7時25分にあって35分で投げれて、多分大丈夫だと思うので、お願いします。もう本当にもう今日はショールームイベントのことしか考えてない。だからこの後配信が終わったら2週は捨て星の時間のラインを2回目超えるかまたぐ時間、どういうことだ、あ難しいことを言わないで。7時10分から7時35分に配信してメモってくださいね。で捨て星の時間が6時25分で解除が7時25分だと思うんですけど、その次の2回目の配信を9時10分から9時半に配信すれば星2周はできますか？可能ですか？教えていただけると。もちろんお仕事されてる方、学校行かれてる方はね、絶対日中にね毎回なんかできないよみたいな人もいるだろうし、私の基本のタイムスケジュールと昼休みの時間が被らないとお昼も参加できないし夜しかできないしみたいな、朝しかできないしっていう人も絶対いると思うんで、あジャスト2時間にすると星が5個だけ無駄に、あなるほど、じゃあ1分遅らせた方がいいってことですか。そうですね、じゃあ1分だけ遅らせます。ありがとう、教えてくれて。1分でいいの？
3分とかにしとこう。何90分ストップって。あのね、5分遅らせるとその次のねこれができるんですかねっていう感じなんですよ。だったらもう朝を7時5分からにするか。この夜の時間は変えたくなくて、なるべく一番ベストだと思ってて、今の中で。そう、この夜の時間は今一番ベストだと思っている次第なので、夜の時間を変えたくないから、変えるなら朝早くするって感じ。でもそしたらみんなの捨て星の時間が早くなっちゃったりするから、みんなが眠い私も眠い、みんなも眠いっていう感じなので、13分、9時13分でも平気？いや、だったらなんかよくわかんないから5分にします。ちょっと5分早めで。はい、みんなの捨て星の時間が早くなりますみんなの捨て星の時間が早くなります。もちろんそれに伴って私も早く起き、5分早く起きることになるので、一緒に頑張りましょう。あ、ちなみに朝の捨て星の時間って、私って起きてる必要ありますよね。通知しないといけないかな寝てるとちょっと怒られる、みんなに、もしかして私もみんなと同じ捨て星の時間に起きた方がいいかなおっとおっとそこはまあみんな仕事行くため起きてもろてって感じですかね本当に朝はみんな忘れないでしょう。まあ多分夜勤の人とかはね、もしかしたら難しいかもっていう感じかもしれないけど、そういう人は昼頑張ってもらって、ちょっと7時間、なるべく私もこの合間の時間とか、配信してない合間の時間とかにお風呂入ったりするっていうのは決めて、もう24時に配信終わったらもう秒で布団、はいおやすみってのび太くんになれるようにするのではい、頑張る気持ちではいるので、まあ皆さん24時、あーそうなんだよな、難しいね。24時に私が配信終わって、その後に星を満タンにするのは大変なんだよね。余談ですが、星集めで気になる子がいたら、8月4日以降にその女の配信行ってください。8月3日まではこの配信で頼んだよやばい8月4日以降に、まあ行くんだったら知らないけどね、へーって思うよあ、砂漠の捨て星はちょっと、だから逆にもう7時もう捨て星6時とかに起きれませんみたいな人は、もう自分はいつも8時に起きているんですみたいな、多分ねお仕事の時間とかも10時からなんでみたいな人もいると思うんですよ。そんな捨て星のために6時20分なんかに起きたくねえんだよこっちはみたいな人もいると思うんで、そういう人はもうあの9時10分に向けて、むしろその捨て星をじゃあ何分にしたらいいんだ、8時9時10分だから45分前だから8時25分にしてっていう、もう
2枠目からとかでもいいので、まあ、その分ちょっと20分とかになっちゃうと大変なんですけど、まあでも本当になんかよくわかんない話してんじゃんこいつって思うと思うんですけど、私はそれぐらい本気っていうことをとりあえず皆さんに伝わればいいなって思ってるので、それぐらい本気なんだよっていうのは伝わっていただけると嬉しいなと思います。まあもちろん皆さんも星3週2週だったりどうにか2週間の間で学んでもらってはいお願いしますって感じなんですけど、多分ね星集めしてから寝た方が絶対ミスの確率はそう少ないんだけどね、そう早く起きなくて済むんですけど、でもその24時過ぎると AKB のメンバーがみんな配信できないんですよ。そうそうそう、だから多分配信する人が少なくなるんですね一気に。だからまあ AKB 以外のメンバーっていうか配信者さんたちがその星のところだとあれなんですけどっていう感じ。そうだからそういうのもあるから多分難しいと思うんでとりあえず、まあ、皆さんの生活スタイルに合った感じで私を応援して、まあ、必ずカウントは必ず毎回やって、まあもちろんね見れる時と見れない時とかがあると思うからあれだけど、そうですね、見れる時に必ずカウントはしていただけると嬉しいなと思います。でも大抵星はね揃えれますよきっと、気をつければ種とかあるけど気をつければ夜のうちに揃えて多分寝ることはできると思うので、うん、あと明日の配信なんですけど、明日はお話し会があるので、そう10時あか11時ぐらいから配信して、まあ、11時半には配信終わる予定なので、明日はイベントやってないんで適当で大丈夫ですはい、よろしくお願いします。はい、お星3周できたっぽい、多分できた人が続出かな今。早いね、あそうでもない、いい感じの時間かな。30分必要、25分じゃきびいかな、あれどうだろう。今全部25分で撮ってるんですけど3周枠30分必要かな。25分あれば大丈夫そう。まあ、もう一度夜にやっていただいて、練習配信あるので練習してもらって、またその時に見ていただけると嬉しいなと思います。深夜2時頃でも10ルーム以上ありますよ。だって、うわそうなんだ、ありがとう有益情報ありがとう。なんで2回目は80個しかもらえない、捨て星の段階でまず10個もらってるみたいな計算になるんですよ。というより、まあ、私の配信を見に来たことでその星をもらえたじゃないですか。私の配信を見ることで、覚えてます、私の配信が見たことによって30あれわかんない、なるほどって言ってくれたからもういいや平日休みなしの仕事で土曜日日曜日どちらかは仕事で出勤です、大変だ。
25分枠だと慣れてないリスナーさんは厳しいかと、30分枠なら3週は楽勝。いやそうなんですよね、きっとね。ただどう難しいな、どうしたらいいんですかって感じまあみんなが頑張って慣れてもろうてこの配信が終わって、20時35分になればまた星が集められるのか。そうですね、きっと解除、ちょっと待って、解除の時間。そうですね、はい、もう私もちょっと体力限界かもって思ったら、あの3週とかじゃなくて、もしかしたらちょっと2週とかになってしまうかもしれないんですけど、てかタイムテーブルを考えるのが一番マジでもうめんやだもうやだ、木綿豆腐って感じなのではい、もうそれが一番もう配信することはもう全然平気なんですけど、うん、むしろセブ島のイベントでもうほぼ5時から24時までやってた人間なので、全然、うん、そんな苦ではないんです。でもなんかタイムテーブルを考えるのがマジでもう木綿豆腐です、はい本当に。私もね、あの一応学生なんでそう、あとエイトの日とかもあるので、ちょっと覚えなきゃいけないことだったりやらなきゃいけないことだったりがある分、ちょっとできる時間できない時間は限られているので、あの本当に毎回ベストなあれができるわけじゃないんですけど、でもまたできる時にって感じです。それではあと5分なのでランキングを読みたいと思います。あのこの後また22時20分から配信を始めますので、必ず20、あれこれでいいんですか、待って分かんなくなって、私の配信が終わって解除はいつですか、あれむずい、私これ今日配信ミスってるかも。22時20分からやってさ、だって解除が20時35分、あれ待って、これ私今日配信ミスってるわ、ごめん、この時間間違えてる、20時25分からじゃないと無理ですよね、だって35分に解除されて集めに行くのに5分かかってってなったら無理じゃない、捨て星の時間が、え合ってんのか、捨て星が35分って平気なんですか、あれできるんですか、そんなことってタイムテーブルはそんなあれなんですけど、1枠40分もあるから5分ずらす必要、あそうじゃあいい、はいじゃあいいです、このままの時間でいきます、このあとは22時40分、ちょっと私のいろいろがいろいろなんですけど、このあと22時40分、22時20分から配信をしますので、また皆さん星最終の練習ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。それじゃあランキングいきまーす、まあ練習なんだよ今日は、はい、何を隠そう練習配信なんで、あそうで、そうラストがね21分からになったの、
さっき、さっきってか昨日、ごめん、それはちょっとごめん、昨日。いきます。1位ジョークスノーさん、2位ラボーナさん、3位マックミックさん、4位ユキリンゴさん、5位エステートさん、6位グレアム一五層さん、7位ゴンタロウピョンズさん、8位たまごさん、9位すみちゃん、10位ともゆきさん、11位バージョン R さん、12位48位さん、13位ネバーストップショールームのこと何でも聞いてさん、お、だってじゃあ何でも聞いてください皆さん、私じゃなくて、皆さん星3週配信ありがとう。そして本日のラケーター28位は、本日のってかこの配信のムロキックさんです。ありがとうございます。ということで、私もねこの練習配信ではちゃんと時間通りに切れるのかっていう練習をすべくって感じなんで、ちゃんと8時に綺麗に切れるように。でもね、携帯でやってるから、今まではこの何だしたっけ、これ1個前の端末でやってたから、ちょっとバッテリーとかが重くてみたいなあれだと思うので、はい、なのでそう長時間すると多分熱くなって固まっちゃうんですよね。なんか iPad で配信できないんですけど、あれはなんでそれはなんでなのかわかんないけど、まあまあそれを置いといて、まあ、携帯でちゃんと切れればいい話なんですよ。そしたらローモバは、まあ、頑張ってバリアンを張りたいと思いますあと1分、あと1分したら切りますよ。あくびはあと1分待てませんでした。次の配信でもまた星10個もらえます。はい、ご飯とお風呂が大変。まあそうですね、でもこの時間にご飯でこの時間にお風呂だから大丈夫、まあ、ちゃんとなんていうの、普通の日はって感じ。それではまたあとなんか2時間後ぐらいに会いましょう。22時20分からです。それではさよなら、バイバイ、ありがとう。